コラホの地域自慢第一級です。港町にありますつぼ焼き芋のお店、に伺って、こちらの三戸玉さん、もうつぼ焼き芋を焼いて63年、立派な方ですね。もう八戸の文化遺産みたいな方でございますが、お話を伺っております。今日が2日目です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。このつぼ焼き芋、炭で焼いてらっしゃいますね。炭の手配も大変でしょ今。そうですね。だからあの焼いてる、まずね、あのこの品差おろししてる、あのなんていうか、どこって端紙の向こうの人だね、あの種市っていうか、あそこの問屋さんからね、この炭もや柔らかく焼く人と硬く焼く人とあるらしいんですよ。うちは硬く焼いたの方が年齢はいいんだけど、でだんだん、ね、今年取ってほらほらそういう焼く人も少なくなってるからさ、だから一釜分あげるってば50か60ぐらい出るらしいんですよ。それでね、だからその人を固く焼く人をね探してもらって、その人から今週や100円高くてもいいから、この課題室も探してください、役人っていうんで、その人から1年分って言えばなんだけどね、うん、うちでだから今立つも炭なんですよ。今立つ炭なんですか。まだ昔のままでね。だからね、まず60票ぐらいね、1回に買って下ろしてもらってさ、でないともう値上げしねばなくなるっきゃ。去年より今年はね、まだ100円高くなってね、今も結構ね、値上げしてくるしさ。だからで、その芋ですけど、はい、芋の種類もあるわけでしょ。芋の種類も様々ありますよ、ね。うん、で三戸さんがこだわってる芋ってあるんですか。去年からね、お年まで紅あずま専門に焼いていたんですけどね、この猛暑でね、雨が降らないんで猛暑が続いて甘みが全然去年ないって言われたの。うまくない、もうやがるんだばやがねほいなと思ってね、だからこの今新しい新種らしいんだけど、2年か何歩前から茨城の方でね作った芋らしいんだけど、ビンズマサリっていうかな、はい、それを去年から焼いてました。だからね、うちの孫は主義だからね、ホクホクするのはダメだっていうから、だからしとっとしてホクミがないけどね、甘みがあるらしいんですよ。それで去年からこれ焼いてるんですけどね、お客さん美味しいって言ってくれる。うまいんですよ、うん、美味しいってくれるからね、今年もほらずっとねこれにしたの。その代わりまずやらなんぼが高いけどな、でもまずでも今まではね、芋屋さん問屋人一軒ずつ探してやりたけど、今はほら青果市場からね取って、地味で取ってもらってさ、うん、でそのつぼ焼きはこれつぼの中に芋を吊るす、針金っていうかね、鍵型にしてね、周りさぐるっとかけて焼くんですよ、吊るして。下からその炭の火で炭をね、炭、うん、は上から入れる、下は完全と炭があれだけど、上から炭入れますけどね、でも片側だけ焦げるからほらやっぱり見ねばならないでしょ、もうねしくる返してやったりね、だからしょっちゅう私が手焼いたるほら火傷してね、まずね、もう60年もやってるから、だいたい勘って言えばなんだがね、やっぱりもう慣れって言えばいいんだが、まず。今まで60年以上この芋を焼いてきて、一番困ったこととかってあります？今一番困ったのって言えば、今はそういうことないけど、田原で昔来たでしょ。
芋が洗わないで芋とわらでね、あれね芋洗うのが一番大変だったんですよ、うん、寒い時期だしね。寒い時期だしね。ね本当にねあの芋洗いが大変だったんだ。それとほらあの寒くてコーラがするのね。じゃあ一番、一番嬉しかったこと。まずお客さんがねおばさん美味しかったよって来る場、あまだ頑張ればと思う。やっぱそれが一番、それが一番ですね、あのおばさんの芋一回食べればもう他の芋食べられないよ、美味しかったって言われるのが一番まずね。だから美味しい芋やしたいなと思って。いやだってうまいもの、それでですね、これ芋と関係ないんですけど、三戸さんはここにずっと座ってらっしゃるでしょ、店に。で周り本棚があって本がねいっぱいあるんですけど、本がお好きなの？あの本があって、私たちの若い頃はね、映画、今だばの映画とね、本見るのが若い頃本当にね、本は好きだったのよ、だからね、あの昔少女クラブとか私の若い頃はね、そういうのが出たでしょ、そしたらインドガーランポとかそういうの好きでね、親の酒場でも返事しないで自分になって呼んでて怒られたりしてね。であの何年頃だかな、何十年になるか、あの漫画本も貸してたの。八戸でもね漫画組合ってやってさ、貸し本ね、そっちとこがこっちとか交換してね、そして5000円とか1日5000円だった、5000円じゃなくて5000円、5000円、5000円とか10銭とかでね。古い話。それでね貸し本やったの、テレビがこれが出る前だからね、結構今度もあの借りに来てさ、それであの短大読みしておばあさんに怒られたっていうこともあってね、笑っ、たったけど、それでこれテレビが出たるなんすところになったら、あの塾が始まったでしょ、だからもう漫画本読む暇がなかったの、今度もあんだもんね。それあの今度も夜あのあれがほら大学生がね、東京の方に行ってる大学生があのあれだって古い漫画本が値段がいいんだって向こうが、それでね段ボール持ってきてね、みんな買って持ってしまったね漫画本をね。で私本が好きだから、ほらこんなのね、あの時代物だろうね、そういうの好きだからしょっちゅう買って読んだのを、こうやっぱり本好きだからあの捨てれないのね、ごめんさんね、だから古いのでも投げあの捨てないでこうやっているんで、もう思い出す来る外出呼んだりしてさ、まずね、若い時からあの不思議だったから、やっぱりテレビ見るより本見てた方がいいなっていうような気持ちね。あのね外から見るとあの三戸さんがこのテーブルツーが台の上で本文庫本を見ながらで芋を焼いてるっていうね、こう なんていうかミスマッチのような気がするんですけど、なんともいい風景なんですけど、 目疲れたりしません？いや今のところはね、ただんだほら芋焼くようになればね、あのしょっちゅうあの壺の底からさ、まつげが焼けてる、この木が焼けてるし、この木が焼けてるのはいいけどね、まつげがなくなれば涙ばれてだよね、ゴミ入っちゃうからね、本当にね。本読んでて目疲れませんか？疲れないんだよ。疲れない、メガネいらない？メガネ、おんずさんのメガネもロガもあるけど、メガネかければ合わないんだから疲れるからさ、よくだからね、こうやってであの電球の下で見たらほら、あの火が入って上がるくなったらそういえば見てるのよ、昔はあのね、あのそう好きだから、あ夜もうほら寝ねんで布団の中で読んだりしだったけどね、今まずテレビがあるからね。そうですか。いつまでも青春ですね。じゃいやなんて言えばいいんだか、もうあのでもね、あの小さい時から来てる人の今私ここに来た時は24かなんぼだったからね、
その頃ここの学校さ、年始から3年生の今度もだね、よく来たから、これその視点で今80何分な歯は私と、おはむらずぐれみたいになってるけど、でもね、通ればほら寄ってくれるからね、ありがたくてさ、まずね、やめな、おばさんやめな、やめればボケるよって言われるからね、やめられないなと思って頑張ってるのよ、だから、だからね、まつげが焼けたりなんかするから、若い人はね、孫も、はね、孫も娘もいるんだけど、誰もやるって言わねがっけ。その辺はちょっと寂しい。まず寂しいより、それより歯もつぼもね、だんだん歯弱ってくるでしょ。はい、私が弱ると同じで、つぼだってね、同じ年取ってるからさ。はい、さあ、楽しいお話を2日間聞かせてもらいました。つぼ焼き芋のお店、三戸玉さんにいろいろとお話を伺った2日間でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。元気でいてくださいね。